小学校2年生の時に初めて回しをつけてそれでやったのね。で、向こうでね、こうです、引き分け。で、この人たちが大勢食べてた。はい、おいしかった。おいしかったです。卵焼きです。この2つがやっぱり一番ですね。なかなかめったに来ない、めったにこういうの食べられないから貴重だなって感じ。一番嬉しいですね。お残しなしで食べるっていうのがうちの食育なもんですから、そういう意味では本当にお残しなしで皆さん食べていただけるっていうのが一番嬉しいですね。基本的には嫌いなものないんで、はい、そういう意味ではいいんじゃないですかね。はい、大体お正月に2時間ぐらいしか帰ってこないんですけど、のっぺ汁を食べに帰ってきます。